はい、ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は山本修五郎作おかよですこの作品「おかよは」は昭和17年1941年講談雑誌5月号に掲載されました掲載当時の現代は「花作品」というものでした 引っ込み思案でうだつの上がらない細川家の足軽インドを彌次郎と同じみなしご同士である茶店で働く娘岡代との交流を描いた作品ですそれでは本文をどうぞ山本周五郎作「岡代第一章」。 「おかよは縁台から立った体じゅうの血がカーッと頭へのぼるようで足がぶるぶるとひどく震えた足音はまっすぐに近づいてきたそして少し吉津の羽である入り口から静かに入ってきたのはやっぱり待っていた彌次郎であったおかよは 全身が燃えるように感じ、舌がこわばって、すぐには物も言えなかった。矢次郎も黙っていた。外は星空で、まだ夜日明かりも残っていたが、吉津で囲った小屋の中は暗かった。よ、う来てくださいました。おかよがやっとそう言った。矢次郎はちょっと身動きをし、 いつもの清わそうなぶっきらぼうな調子で口ごもったすぐお屋敷へ帰らなければええわかっていますおろおろとおかよはうなずいた雇用が多いものだからわかってますそれだから私おかよは男の言葉を遮って手早くたもとから小さな包み物を取り出した私これを。 これを持ってきましたの。何ですお札お札なんです船長へいらっしゃったらお払いつけていただきたいと思っていや私は多分私は行かないで済むかも弥次郎はひどく老狽したように手を振りながら口ごもったそれはちょうど子供が怖いものから逃げようとする身振りに似ていたおかよには そういうい男の気持ちがよく分かった。男は戦場へ行くのを恐れている男は足軽だった父の代から細川家の足軽で重視の年に母をそのあくる年に父を失ったもともと気の弱い引っ込み思案の性質だったのが孤児になってから一層ひどくなり仲間もなくいつも一人で 影の方に縮まっていたおかよもやっぱり孤児みなしごだったそれで早くから叔母のやっている茶店で働いていた茶店は小曳町のうねめのばばのそばにありすぐ前が細川越中守の,の中屋敷になっていた細川家の重臣たちはよくばばへ馬を攻めに来るその友をしてくる足軽たちの中に 矢次郎も言いた。彼はいつも仲間から離れたところでひっそり腕組みをしては馬場を眺めていたその様子があまり寂しそうなのである日岡代よが茶を持って行って進めた彼は赤くなって断りを言ったそれはまるでママ子が思いもかけず菓子でももらう時のような感じだったそれがきっかけで二人は少しずつ知り合うようになった ほうへおかよが茶を持ってゆくこともありじ次郎も時たま茶店へ立ち寄ったどちらもあまり口数は聞かなかったけれどもみなしごということがお互いの気持ちを固く結びつけた「あの方の昨のお弱いのはいつもとりぼっちだからだお心はあのとおりまっすぐだしご様子だって 平の足軽とは見えない折りっぱさだしお顔立ちも凛々しいしお加代はよくそう思った「運さえ回ってくればきっとやはり一筋のご出世をなさるに違いない」そこへ島原の乱が起こったまず板倉内戦善の将重政を大将とし石ヶ谷十三定清をその添えとして討伐せしめたが族とが 思いのほか頑強でなかなか落城せぬため追っかけ松平伊豆の神信綱と戸田左門氏金をつかわしさらに年を超えて寛永十五年正月には細川越中の田忠俊有馬現馬の立花平の神小笠原鍋島黒田とうとうほとんど全九州の諸公を挙げて 島原攻めに参加せしめたあの方のご不運が巡ってきた岡よは我がことのように喜んだしかし彌次郎は迷惑そうだった迷惑というより恐怖であるできることなら戦場へ行きたくないという気持ちがありありと見えた今も今私は行かずに済むかもしれぬという様子にはそれが あからさまにあらわれているいえいいえ,いいえあなたはご出陣なさいますだってとおかよは激しくかぶりを振った今こそご出世の時が来たのですものあっぱれ巧妙お手柄をなすってどのようにもご立身遊ばす時ですものでもおかよさんあなたはまだそんな勇士ではないとおっしゃるのでしょうそれは当たり前です 誰だって初めから有志豪傑だという方はございません。初陣には、どなたでも気くれがするものだと伺いました。印度様、この中にあるお札は、鎌倉八幡宮のお守りで、何人ものお方が戦場へつけておいでになり、矢にも玉にも当たらず、立派なお手柄を立てたものでございます。このお札さえお肌につけておいでになれば、決して。 お体に怪我はございません。どうぞ勇ましくご主人の上存分のお働きをあそばしてくださいまし。わかりました。ではありがたくもらいます。鎌倉八幡宮のお札でございますよ。岡よの目は怪しいまでに燃えていた。その言葉つきにも火のような情熱がこもっていた。それは十八の娘のものではなかった 姉となって弟を励まし、母となって子を奮い立たせるひそやかな愛情であった弥次郎は何も言えなかった「俺は行かずに済むだろう」そう思いながらけれどもおかゆの手からお守りの包みを受け取った「事実その時細川越中神は島原出陣の幕名を辞退していたのである」 将軍家光からの勅命であったのにかかわらずその任に耐えずと言って固く謝絶していたのであるきっとお手柄を遊ばしますようにおかよは祈るように言ったあなたは仙人に抜きんでたお方ですおかよにはそれがよく分かっていましたどうかこのお札を付けていることを忘れなさいますな 私もお札と一緒にお守り申しております」そう言いながら突き上げてくる情熱を抑えかねたのであろうおかよはよろめくようにすり寄った甘くむせっぽい娘のにおいがじ次郎を息苦しくさせた「お待ち申しておりますよ」身も心も打ち込んだひたむきな愛情がその時じ次郎の胸に どのような印象を掘りつけたであろうか。越中の上忠敏は、重ねての幕命を受けて、ついに出陣の決心をした。そして正月十二日、軍勢を揃えて江戸を発した。本軍はもちろん熊本にあった。その出陣の前日、準備で忙しい中を、八次郎は、 おかよに会おうとして駆け回った。茶店は閉まった後で新鮮座の裏に家があるというのを頼りにその辺りを及ぶ限り訪ね歩いた「一目だけ会いたい一言だけ礼を言ってゆきたい」「みんな親類縁者たちに甲の左官を祝ってもらう中で弥次郎を祝ってくれるのはおかよ一人だった」長久を祈る。 守り札をくれたのも岡代だけだった生きて帰るつもりのない彼はどうかして一目愛、い言別れの言葉を交わしたかったのであるだがついに会うことはできなかったその時岡代はめ目ヶ原のあたりで同じように矢次郎の姿を求め歩いていたのであった 2> 第2章「午前3時」。 天地はまだ暗かった彌次郎は空を仰いだ満天の星だった静かな東南の風が枯れ草を渡り明け方の乾気が小不足の隙間から身に染み通ったどこか遠くで馬のいななく声がしたあとは劇として何の物音もしないもう 合図がありそうなものだ横の方で誰かが言った「七兵衛殿だな」そう思いながら弥次郎は無意識に槍を持ち直した心はすっかり落ち着いていた島原攻略の合戦は今最後の段階に直面していた伊豆の神信綱はあらゆる戦法を用いて攻めた城中へ やぶみを送って賊との指揮をくじきまたオランダ戦をして背面より砲撃せしめ領土を断ち人質を持って脅迫するなどなどしかし賊との当主は少しも緩まずあえてしばしば反撃してきた地下に道を掘って鍋島軍の陣へ火を放ったりしたその奇襲ぶりは 巧妙を極めよせてはその度に相当な損害を出したことに2月21日夜の逆襲はすさまじいもので味方の陣は所々に火を発し戦死者もおびただしい数に上ったかくて2月24日相馬徳五の神信綱は総攻撃の霊を発し全軍は原城へと無に無残に取り詰めた。 細川越中の神は敵城に最も近く北岡浜から西南二百歩のところに神保敷「二次郎三次郎」へと攻撃の火蓋を切ったが敵は堅固な妖害によって眼強に防ぎことに二次郎の大手にある炭倉は攻撃路を眼下にして銃撃の絶好位置に当たりその悪事ことなき牲者を浴びて細川軍は 手も足も足出なかった。あの炭らを沈黙させなければならぬ軍議はその一点に集まり二十五日の夜監視隊が募られた一組十五人ずつ三組であるそしてインド度矢次郎はその三隊に参加を申し出たかくて二十七日仰天募起して決行と決まり隊四十五人は すぎに陣地を入れ今丘の陰に伏して合図を待っているのだったおいインドインドいるか右の方から低く呼ぶ声がしたあここにおります彼はそう答えて立ったそうかいたか上村七兵衛という男の声であるそして誰かボソボソと耳こすりをしながら笑った それはまるで臆病者がまだ逃げずにいたよ、そう言っているようだった弥次郎はキュッと唇を結んだ足軽で監視隊に参加したのは彼一人だった歓迎も15年になると武士の階級も漠然と分かって足軽などは一口に小物と呼ばれるようになり 武士からは一段低い位置に据えられていた弥次郎は父の代からの足軽であったから江戸にいる間は自分がその低い位置に生まれたことを不運に思うだけで不平も不満も感じなかったしかし島原へ出陣してきて初めて矢玉の下になった時彼は岡代の言葉をまざまざと思い出した「あなたは」 千人に抜きんででた方ですそしてそう言った時の娘の燃えるような目を思い返したその場限りの励ましや世辞ではない心からそう信じているものの目だったそうだ少なくともお加代だけはこの俺が千人に抜きんでた男だと信じている俺は一番首一番槍の手柄はできぬかもしれぬが 武士として神明を投げ打つ働きはしてみせる大将であろうと小物であろうと神明を投げ打つ時と場所を見はぐらなければよいのだ身分の高下が武士の面目を決定するのではない死にどころを誤りさえしなければ外ることはないのだ弥次郎が監視隊へ参加を申し出た時足軽などが と一言のに拒まれたしかし彼は開かず願ってついに許されたのである大使たちは白い目で彼を見た何いっときのから元気さいざとなれば逃げ出すだろう誰の目もそういう意味を語っていたけれども弥次郎は決してそれに反発はしなかった何とでも考えろ俺は自分にできることをするだけだ そう思っていたのであるそれはかなり辛抱を要することだったけれどさっと枯れ草がそよぎ立った風が強くなってきたのだその風と一緒に誰かこちらへ走ってくるものがあった「山川」。あいことばを呼びかわしながら上村七兵衛たちは「諏訪と立ち上がった。 行案の中を走ってきた相手は息を弾ませながら言った「一体二体は出ました」「三体5爪を願います」「心得たご苦労」「七兵衛はいざ」と手を振った十五人の者は槍を伏せ袖の合印を直し黙々と重列になって丘を下った。 右から伸びている崖の影をゆくこと10丁やがて暗い上空の彼方たに虹色大手の城壁が見えだしたその時である先行した2体が敵に発見されたのであろう例の炭らからバラバラと火が飛び出してきたそれは松明であった幾十百本となく無数の松明が。 生き物のように飛び出してきて地に落ち、それが延々と炎を上げた。今にすれば、短所冒頭か照明弾であろう。落ちちった松明の光は、今や監視隊の姿をあからさまに照らし出した。かがれという絶叫が聞こえ、第二隊が藍路へ飛び込んだ。同時に墨やぐらから凄まじい一斉射撃が起こった それは的確を極めた狙撃だった飛び込んだ第2体は見る間にその半数を失い残った者は転げる予防に退却したそこへ第3体が追いついた待て待てこれではせいてもダメだ上村七兵衛が制していったあの火があってはこっちの体が丸見えだいくら突っ込んでも狙い撃ちにされてしまうまずあの火を消すか 燃え尽きるのを待つより他はないだが待っているうちに夜が明けるぞ消すとしてもしかしあの数では言い合っている時第三体の中から一人パッと飛び出したものがあるインドをジロ郎であった彼は槍を伏せ身をかがめてつぶてのように藍ロへ突進していったはっンドが赤者どうするんだ 人々はあきれて目を見張った。やじろうはかけた。敵のやぐらからは重火が走った。10二十0そのダンブの中を身をかがめたまま、非常な速さでやじろうはかけていった。しかし、城壁まであと二十軒余りというところまで行くと、かれは突き飛ばされたようにのめり、ダッとはげしく転倒した。やられた。 見てきた人々は思わず声を上げた藍炉の真ん中に倒れた弥次郎は一度よろよろと起き上がったがすぐにまたドッと倒れ伏したそうしてそのまま動かなくなった「バカな真似をするやつだ」上村七兵衛は吐き出すよ防にそう言ったそれに答えるごとく積み櫓ぐらからわ倒 と林やしどよめく声が聞こえたしかしそれから間もなく第三体の中で突然妙な声が起こったおい待てよく見ろなんだみんなその男の指さす方を見たあの死体が動いているぞ何死体がどうしたとインドの死体をよく見ろさっきの場所よりずっと前へ出ているみんな としたみんなの目が彌次郎の上に集まった動いているはっきりわかるほどではないが彌次郎の死体は地面にうつ伏せになったままほんの少しずつ次第に城壁の方へとはい進んでいた「ほうインドは生きているんだ」みんな息をのんださよう彌次郎は生きていた かれはたさえもしなかったのだ敵の弾丸が集中するのは城壁の実験からこっちだその距離を突破すれば弾雨を避けられる彼はその距離だけ敵の目をくらまそうとしたのだこれは鎌倉八幡宮のお札ですかよの言葉がありありと耳によみがえったこれをお肌につけていれば決して。 頭には当たりませんどうかそれをお忘れにならないでください彼はその札を肌につけていた矢玉に当たらぬという神童を頼んだのではないそれにこもっているおかよの真心を離さぬためであった彼は住みやぐらの正面にある矢玉を塞ごうと思っていたそれを塞ぎさえすれば死んでもよいしかし塞ぐまでは 矢玉に当たってはならぬと思った「ナム弓八万」初めて八次郎は神に念じた念じながらじりじりと這い進んだ五軒、十軒い言いようのない困難を持ってついに目的の距離を突破した彼は「よし!」と見るなりガマと羽ねぼきたっとのごとく城壁へはせつけた矢玉からぶち出す弾丸は 悲惨ののに彼の上へ襲いかかったしかし彼はすでに城壁へ取りつきマシラのようにそれをよじ登っていたその時アイロへは監視隊の人数が「今を外すな!」と突っ込んできたそれで城兵の射撃はそっちへ集中された矢次郎はシャニムに登って正面矢様へと片手をかけた「はっ敵だ!」 という叫びとともに中から族との一人が身を乗り出した矢次郎は片手で刀を抜きその男の胸を力任せに刺したそうして相手の胸ぐらをつかむとそれを手繰る予防にして矢ざまのかまちへ自分の身をのし上げた「ターン!」という重火が目の前で火花を飛ばした矢次郎は激しい衝撃を胸に感じたがそれには屈せず今刺した敵の体を抱え 己の身と共にぴったりと矢ざまを防いだ「やった俺は正面矢ざまを防いだぞ」そう思ったのが最後だった「ダンダン」と耳をつんざく予防な銃声を聞きまたしても胸を殴られた予防に感じながら矢白墓の意識は朦朧と薄れていった第三章 素晴らしい基地だ味方の我々でさえてっきり弾丸にやられたと思ったもの敵が欺かれたのは無理もないさそれもそうだが矢ざまを自分の体で防ぐというのは戦機にもないだろうあれが勝ち目だったそうだあれで小爪が突っ込めたんだから矢次郎はうとうとしながら聞いていた、はああ勝ったのだなそう思ったが すぐにまた意識が薄れてわからなくなったそうして彼が本当に元気を取り戻したのは島原が落ちてから十日目のことであった喜べインド二百国をもって私分にお取り立てだ彼が初めて聞いた言葉はそれだったしかし八次郎は別に喜ぶ様子もなくそれから後の戦況を聞きたがった 彼が正面矢様を防いだので、監視隊は一挙に矢倉へ取り付き、その人数の大部分を失ったけれども、ついに敵を沈黙させた。細川軍はその木を外さず突っ込み、難なく二次郎を乗りつぶして三次郎まで押し破った。それが勝機だった。続いて水野軍が内次郎を犯し、全軍なだれをぶって でジョ中へ切切ってりついに斬る二月二十八日馬の国をもって原城は全く落城をしたのであるお上越中の神様においてはそこもとの手柄をご庄備遊ばされ即日二百石を取り立てのお沙汰が出たそして傷も大切にせよと特に年頃なお言葉があったぞそういう 上村七兵衛の態度は人が違ったかと思うほど嬉しそうな低調なものだったしかしそれにしても幸運だな5発も弾丸が当たって肉へ通ったのは一発だけあとはみんな皮を削いだだけだぞその代わりお守り札が割れていたがなお札お守り札が割れていましたか 矢次郎はぎょっとして目を見張った「傷の手当てをするので取っておいた枕元にあるから見るがよい」「や次郎は首を上げたそれは枕の脇に胴巻きのまま丸めて置いてあった手に取ってみると弾丸の跡があり果たして中のお札は2つに割れていた」「や次郎は腹巻きに作った布の中へ手を入れ」 しかし取り出したのはお札ではなかった小さな白木の板を2枚合わせたものでその間からばたりと落ちたものがある何だそう思って取り上げてみた彼は顔色の変わるほどびっくりしたそれは「ほぞのお」だったおかよの生年月日を記した彼女の「ほぞのお」だったのである 弥次郎はあっと胸をつかれた「おかよお前は八幡宮のお札だ」と言った何人もの人が戦場へつけて出て矢玉に当たらず太鼓を立てたと言ったしかしそういうものを彼女が持っているはずはない手に入れることができたらどんなにしても霊源新たかなお守りを送りたかったに違いないおかよは孤児だし 茶店の娘である暇もなかった手ずるもなかったそれでお前は自分の小園を入れたんだ自分の身で俺を守ろうとしたんだな吉塚恋の小屋の中で自分に取りすがった時のお加の手の温かさがひたむきな愛情に燃える目が震えていたその声が今 矢次郎の前にはっきりと思い出された「お待ち申していますよ」そういった声の祈るような響きがそこにおかようを見るほどまざまざしく記憶によみがえってきた彌次郎の目からハラハラと涙がこぼれ落ちた「おかよう」と彼は空を見上げながらつぶやいた。 待っているんだぞ俺は八幡宮のお札がなくとも立派に戦った矢玉を避けるのは神語ではない戦う心だ死にどころを謝らぬ覚悟がやだまに勝ったんだお前がそれを教えてくれた待っているんだぞもうすぐ会える帰ったら俺はお前をお前をお前を それでその方は本当に200億のご出世をなすったの江戸へ外人なすってから300億にご家族されたのですって300億になるとおやりを立てて歩けるんですってね大層なご立身だこと目黒あたりはその頃はまだ人縁もまれなと言ってよいほど辺鄙だったがそれでも不動尊のあたりは長家もあり 参景人のために茶店なども出ていた島原の乱が静まった年の秋のある日その茶店の中の一軒で店の女が2人客のない昼下がりの一時をさっきから静かに話しふけていた「それにしても」と年笠の女の方が目を上げて「その娘はどうしたの話の順から言えば」 そのお侍と夫婦にならなければならない。ねそうなったんでしょう。いいえ。若い方の女はそっと頭を振った。その方が江戸へお帰りになるとすぐ、娘は雪方しれつになりました。どうしてさ。娘は賭けじゃやの女でしょその方はもう三百国のお武家様ですもの。身分が違います。 んが違うって、おかさんそうなるまでのことを思えば違うもへちまもないじゃないかそれにお互いに好き合って細野尾までつけてやるほどでいてそれじゃ相手の方が出世したって何にもならないじゃないのそんなことないわその娘はそれで満足していたんですものわからない私にはわからないよ女というものはと若い方が。 つぶやくような声で言った自分の一生をささげた人のために一度だけでも本当に役立つことができればそれで満足できるものだと私は思いますその娘は自分が三百石の奥様にならないことを知っていたんですそうしてはそれから先その方の邪魔になると考えたんです私にはその娘の気持ちがよくわかります

お松さんの言うようにその方の奥様になっていたかもしれませんよ。あたしはそれが本当だと思うね。としかさの女はそう言ってそばに置いてあった三味線を引き寄せてつま引きで調子を合わせながら探索するように言った。でもそのお侍様は今ごろきっとその娘を探しておいでになるわ。そうとも、 それだけの娘の心意気が忘れられるものかね。そうかしら。探しているかしら。私はそう思うわね。そして今にきっと二人は巡り合って。若い娘はふと往来の方へ目をやった。その眼差しはどこかに人の来るのを待っているような色があった。 『花は酒ども』『年笠の女がこんな場所には惜しいほど錆びのある澄んだ声で歌い出した』それはもうすっかり巣っている竜達節であった『花は酒ども様は気もせず様なくて那女の春ぞもおやれ様なくて那女の も山本周五郎作「おかよ」「全文」「読み切り」「書室講談雑誌」「昭和十七年」「五月号」「より」。 ご視聴ありがとうございます。